オゾンパーク、レファーツブールバード駅は、クイーンズクリッチモンドヒルのレファーツブールバードと、リバティアベニュー交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND フルトンストリート線の終着駅である。A 系統が終日発着する。駅名にオゾンパークとあるが、当駅自体は、リッチモンドヒルにある。駅は1915年9月25日に、クイーンズ区にある。 フルトンストリート高架線の他の6駅と共に開業した。その後、1956年4月29日より IND の列車が走るようになった。駅は開業時、レファーツアベニュー駅だった。1924年にはレフォーツアベニューの下に119スストリートが小さく併記されていた。その後、レファーツアベニューはレファーツブールバードに改称され、 現在の駅名に解消された。2014年よりエレベーターの設置を含む改装工事を実施。2018年2月にエレベーター設置され、駅は ADA に準拠する駅になった。北西の階段駅は島式ホーム一面二線の高架駅である。列車は点鉄機から空いている片のホームに侵入し、折り返し運転を行う。東側は車止めで終わっており、 引き上げ線などはない。駅は改札を2つ設け、東側に終日営業の改札を設けておりこちらの改札は ADA に準拠している。レファーツブールバードとリバテアベニュー交差点南西、北西に階段が1つずつ設置され、エレベーターは同交差点北西に通じる。西側の改札からは116丁目とリバテアベニュー交差点南西。 北西に階段が一つずつ接続している。ありがとうございます。